とりあえず8月30日僕たちも今日も福岡の友達が来てくれましたけど、全国から夜行バスや電車を乗り継いで友達が駆けつけるんで、ぜひまだ2日あったらあれですよ、今日の夜お伝えすれば明日の新幹線に間に合いますからね。集まりましょう、行ってやりましょう。国会前、国会前、国会前、集まりましょう。アメリカに法案成立の口約束をしていたり、原発を動かしたりしてます。しかも自分らはリスクを背負わないつもりでいる、自分は行く気がないくせに若者が戦争に行きたくないといえば利己的だという人がいました。自分らが原発再稼働させたいのに判断するのは事業者だという発言もありました。言ってることもやってることも勝手すぎるし、くだらなすぎるし、国民を舐めすぎです。安倍政権のやってることはただのままごとでしかないと俺は思います。こんなことしかできない人がいつまでも偉そうな顔して国会議事堂や官邸で椅子に座ってヘラヘラしてるなんてこと、これ以上許されていいんですか。僕は周りに今の政治さ、政治のおかしさを訴えていきます。戦争を起こして何になりますか。誰が得をしますか。僕ら国民には犠牲しかもたらせません。そんなに中国が戦争を仕掛けてくるというのであれば、そんなに韓国と外交がうまくいかないのであれば、アジアの玄関口にする僕が韓国人や中国人と話して遊んで酒を飲み交わし、もっともっと仲良くなってやります。彼は安倍首相は平和を守るために抑止力としてこの法案が必要なんだと訴えてきました。抑止力とはその力を持つことで相手が自分たちの攻撃をすることを思いとどまらせるというところにキーポイントがあります。武力による抑止力に依存すると自分たちの安全を守るためにやられる前にやらなきゃいけないという先制攻撃症候群という病にかかってしまいます。現政権が武力による抑止力を肯定するのであれば、彼らは友好関係によって相手が攻撃を思いとどまる、言葉によって信頼関係によって抑止という言葉を僕たちは信じるという僕たちの思いも彼らは肯定しなければなりません。周辺諸国の軍事力が台頭したのであれば、まず行うべきはこちらの軍事力を高めることではなく、話し合いでその原因解決を図るという、そういう努力だと思います。じゃダメで、でもだからって使用辞しないのもダメで、でも清水さんたちのやり方は本当にそういう沿道の普通の方をね引き込みやすいやり方をしてくださってますよね。あとは、まあ、若者は若者らしい使用辞があっていいと思うんです、とてもね清々しいし、それはそれでいいけど、ね、まあ、私は私の世代の何かこう引き込む使用辞がないかなっていつも考えてます、はい、まあ割と参加しやすいし、今日も実は僕もコールしてて、本当に通勤の帰りの方というおすすめ帰りっぽい方が3、4人くらいで、いらっしゃってて、まだ全然だからコールをどう返すのかもわからないけど、とりあえず参加して
来てるっていう方もいらっしゃって、でも結構楽しんでるような雰囲気だったんで、いいんじゃないかなと思います。